やーはー、どうもひるまです。10月23日にニューアルバムパンドラをリリースするシムがスペースシャワー TV にてシムの 特別特番パンドラが放送することが決定しました。それに伴って今回ウェブで特別のトレーラー映像が公開されました。下にリンクあるので見てください。今度ライブで対マンするジュアル警備員のカデルさん、ロンドンブーツのウルルルさんと、まあ、対談っていうのがちょっとだけ映像で見ることができます。ジュアル KB のパデルはシムの大ファンで、自分で CD を購入するぐらいシムのファンらしいです。シムのマーもパデルもお互いに生徒会長を昔やっていたこともあって、お互いに気が合うところがあるそうです。そしてシムのお待ちかねだったパンドラの購入特典が公開されました。ざっと話しますと、タワレコ一番熱いですよね。ツタヤはブラブラブラとセームスカイの渋谷アックスで行われたライブ映像の DVD をプレゼント。 HMV ではステッカーなど、その他ではステッカーや缶バッジなどが購入特典として配布されます。タワーレコードやばいっすよね。見てびっくりしましたよね。オリジナルポスターとプレゼント応募はがきと、もう一個なんか隠されてたんですけど、それが11月10日にタワーレコード渋谷店の地下1階で行われるインストライブを観覧することになります。そのパンドラの購入者特典の応募者全員のフライヤー、応募フライヤーで応募することで、パンドラのインストライブ渋谷店での見に行くことができます。ぜひ皆さん、これこれくらいですね。他の CD ショップでもネットでもいいんですけども、僕は Amazon で予約したのをやめて、シムが昨年も発売した特別受注のパーカーをまた今年も発売するそうです。発売予約、注文予約などは下のリンク、シムのホームページからぜひやってみてください。シムは10月のパンダの発売前にミュージックビデオをもう一つ発表したそうなので、シムのパンダの楽しみ、パーカー見ないかサイレンスイズマイ、行きましょうね。パンドラ、うん、じゃあバイバイ。